マイベストフレンドは2015年のイギリスのロマンティックコメディドラマ映画である。監督はキャサリン・ハードウィック、主演はトニコレットとドリュー・バリモアが務めている。全米第一位初登場を記録。少女時代の出会いよりずっとミリーとジェスは楽しさも悲しさも常に分かち合う親友同士だった。 大人になるとともにミリーは奔放で協力的な女となりバンドマンのキットと愛し合い二人の子供を設ける。一方でジェスは堅実さを胸とした独身生活を送るがやがて整備士の税後と巡り合い愛情を育んでいく。ただ一つのジェスの悩みは自身の不認証だったが彼女らの友情は変わらなかった。家族ぐるみの交際を続ける二人の家庭に そんな時不穏な影が落ちる。ミリーが乳がんと診断されたのだ。穏やかな毎日を崩されたくないミリーは明るく振る舞い、事実を打ち明けられたジェスも彼女の影となって支える。仲の良くない母のミランダもここぞとばかり協力し、ミリーの闘病生活は大きな山を越えたかに思われた。しかし、担当医はミリーに両乳房の切除が望まれることを打ち明け、 その衝撃に彼女は打ちのめされる。不妊症の治療の甲斐あって、子供を見ごもったジェスだったが、ミリーにそれを語れる状況ではないことは、明白だった。チブサを切り取ったミリーは酒に溺れるようになり、夫の心尽くしのサプライズパーティーの席を蹴って、無理やりジェスを誘い昔惹かれた、嵐が丘の舞台の荒野へと旅立つ。ジェスも、ミリーとの少量行を楽しむが、 捨て鉢になったミリーが家庭を放り投げるように、若い男をベッドに誘ったことを許せず、一人町に戻ってくる。やっと自分の愚かさに気づいたミリーはジェスに謝罪し、友情を取り戻すが、その時彼女の癌は脳に転移しようとしていた。ジェスを襲う陣痛を知ったミリーは、出産という経験を迎えるジェスを最後に残された気力で励ますため、ジェスの運ばれた病院に向かう。 カッコ内は日本語吹き替え本作は、モーエナ・バンクスが執筆したラジオ劇、グッバイに基づいており、脚色もバンクス自身が手掛けている。2012年、ジェニファー・アニストン主演、ポール・アンドリュー・ウィリアムズ監督で本作が制作されると報じられた。同年、トニ・コーレットの出演が発表された。2014年、アニストンに代わって、レイチェル・ワイズが出演し、ウィリアムズに代わって、 キャサリン・ハードウィックが監督すると発表された。同年、ワイズに代わって、ドリュー・バリモアが出演すると発表されたほか、ドミニック・クーパーとパディ・コンシダイン、ジャクリーン・ビゼットの出演が明らかとなった。2014年9月7日、ロンドンで撮影が開始された。その後、ヨークシャーで撮影が行われた。2015年9月12日、第40回トロント国際映画祭にて上映された。 イギリスでは9月25日に公開された。2016年10月27日、第29回東京国際映画祭の特別、招待作品として上映された際には、日本版、テーマソング、スターを担当した平原彩香が、舞台挨拶に登壇し、同曲を歌った。ロッテントマトズには101件の批評家レビューがあり、平均値は6.1点。 支持率は69%となっている。メトクリティックには24件の批評家レビューがあり、平均値は59点となっている。ザ・ガーディアンのピーター・ブラッド賞は、原作のラジオ劇、グッバイが称えていた親密さや通説さはいくらか失われていると指摘し、本作に5点満点の3点を与えた。ザ・ハリウッドリポーターのレスリー・フェルペリンは、女性同士の友情を描いた。 映画作品は希少であるだけに自分取り世代のためのフォエバーフレンズとなる可能性を秘めた本作が着地に失敗していることは悔やまれると述べた。女優のノンは主人公のミリーとジェスを強くてかっこよくてかわいい大人と表し女優としての欲を言ってしまうとこんな素敵な映画に出たい。なんて思いましたと述べている。ありがとうございます。